ブラックジョークとは、倫理的に避けられるタブーについての風刺的な描写や、ネガティブグロテスク、奇妙な内容を含んだ、ジョークコメディユーモアを指す言葉である。最も描かれているトピックの中には、死、病気、戦争、人種差別、強姦、悲劇などの深刻な問題がある。英語圏では、語源のブラックユーモアをはじめ、ブラックコメディ、ダークコメディとも呼ばれるが、意味するところに大きな違いはない。あの世紀の石蹴り1935年に、文学者、アンドレ・ブルトンが、ブラックユーモアという言葉で上述されたような笑いを分類したのが始まりである。この分類では風刺性が最大の定義であるとしたが、シニシズムや懐疑主義も重要な要素とみなされる。また死という最大のタブーも頻繁に用いられるテーマである。ブルトンはブラックユーモアの手本として作家ジョナサン・スウィフトのほうきの柄の上の瞑想、アイルランドの貧民の子供たちが良心及び国の負担となることを防ぎ、国家社会の有益なる存在たらしめるための穏健なる提案、ドヒ君の3作品を挙げている。著名なブラックユーモアの作家として認知されているのは、ロアルド・ダール、トマス・ピンチョン、カート・ボネガット、ウォーレン・ジボンとジョセフ・ヘラー、フィリップ・ロスが挙げられる。また他のユーモア同様に、コメディドラマとも切り離せない以上、役者でもそうしたブラックジョークを持ち味とする者たちが現れた。後にトム・ハンクス主演で映画化もされた伝説的な風刺家、レニー・ブルースをはじめ、ジョージ・カーリン、ビル・ヒックス、クリス・モーリス、モンティ・パイソンが挙げられる。近年においてもドラマ、舞台、映画、小説、漫画、ゲームなどでもジャンルとしてブラックユーモアは積極的に用いられてきた歴史がある。スタンリー・キューブリックが1964年に制作した博士の異常な愛情、または私はいかにして心配するのを止めて水爆を愛するようになったかは、核開発をテーマにした強烈な風刺とユーモアの映画である。ブラックユーモアは多くの国で親しまれるが、特にイギリスで好まれており、様々な文化で優れた作品例が育まれてきた歴史がある。ブラックジョークは常に通用するとは限らない。明治大学名誉教授で文学者のマーク・ピーターセンは日本に来て間もない頃、岡山県の小さな村の飲み屋でどうして東京から来たのかと女性に聞かれて、この頃、札がうるさくてしばらく街を出ようと思ってとふざけて答えたところ、テーブルがしんとし、女性は私の視線を避けて当惑したように店を見回しただけであると、ブラックジョークに関する失敗談を自著で明かしている。ありがとうございます。